の青木かのんちゃんをブチ切れさせたいと思います。究極レシピのアレンジで卵かけご飯を作ります。食べます、食べます、食べればいいんでしょ。もういい、マネージャーさんお酒ください。え、ふざけてるんだったらやめてほしいんですよ。みんなのハートにじゃあ行こう。皆さんお久しぶりです。かのんちゃんの元バイト先の先輩のジャイコです。今日はかのんちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。かのんちゃんっていつもふわふわしてて面白みがないじゃないですか。ということで今日はあの青木かのんちゃんをブチ切れさせたいと思います。ということでじゃあレッツゴー。はい、どうぞ。はい、こんばんは、元男の子の青木かのんと、みんなのハートにジャイコーイ、ジャイコです。相変わらずすごい。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶり。私のあのニューハーフクラブ時代の先輩のジャイコとですね、はい、今日は究極の卵かけご飯を作っていこうと思って、この卵かけマシーンでですね、それぞれ究極レシピのアレンジで卵かけご飯を作ります。Yeah. 卵かけご飯って言いにくくないですか？言いにくい。卵かけご飯。卵かけご飯。言いにくい。言いにくい。10回言ったっても言っても言えないもん。コマンで10回言いますか？コマン？コマン。コマン、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 コマン。もうご、ご、ご、ご。はい。私、材料買ってきました。お願いします。いいですか？紹介します。まず、韓国海苔。はい。絶対美味しいよね。クックパッド通り。あ、これ言っちゃいけない。マグロ。マグロ。絶対合う、合う、合う。クリームチーズ。ね、これずっとね、なんか変化球ですよね。でしょ、はい、え、でも絶対合うと思うんだよね。やっぱり、かのんちゃんとやったら、キムチ。あー、好き。かのんちゃん、キムチ好きじゃない？大好きです。で、最後は、やっぱり、温泉卵。え、え、だって、卵かけご飯っすよ。うん、でもさ、温泉卵の方が美味しそうじゃない？え、だってこれあれっすよ、卵かけご飯のこのマシンってこのドゥルッとした白身じゃないとダメなんですよ。だって固まってるじゃないですか、白身が温泉卵。え、でもいけんじゃない？え、やったことあります？温泉卵ない。マジっすか？これ、え、でも、え、でもやないからこそさ、新しい企画。あー、なるほどなるほど。新しい卵かけご飯を作ろうっていうか。はい。大丈夫かな。あ、もう、これ、そしたらもう一回私言い直しますね。うん。したら、卵かけご飯、温泉卵でやりましょう。イエーイ。え、私食べない。え、かのんちゃん食べてね。え、私今ちょっとダイエット中だからさ。ちょっと待って、やめてくださいよ、ちょっと。説得力ないな。え、かのんちゃんにあの、2合食べていただこうかなって。いやいやいや。私が作ってかのんちゃんに全部食べてもらうって。どう？え、これ今どっちのテンションで言ってます？ガチですか？ガチ。え、いつもガチじゃん。え、だからあれですか？大食い企画やりたくないってたまに言うんですか？あ、そう。食べられないから。いや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 、それやばい、それやばい。え、だっておかしいじゃないですか、だって。食べられないの。ダイエットしてるから、野菜しか食べられないの、私。あ、マグロだったらいける。あと、キムチも食べられる。ちょっと待ってくださいよ。いけるって。冗談ですよね。これ海苔ですよね、うん。うん。え、こっち。マジですか？うん。またまた、ちょっと。食べてくださいよ。え、ちょっと、遠慮します。マジっすか？え、卵ダメでしたっけ？卵好きだけど、ちょっとご飯が。いや、そしたら卵かけになっちゃいますよ。何にかけるって感じじゃないですか？え、じゃあ、クリームチーズ。やばい、やばい、やばい、やばい。え、マジっすかこれ。うん。え、ガチトーンで言ってます？うん、ガチ。え、これ何ですかこれ。ちょっと。ちょっと待ってください、これ。え？なんで？これなんか私をはめようとしてます？うん。はめようとしてないんだけど。本当にマジで食べれないですか？そこまで言うんだったら、じゃあ食べるよ。いや、食べるっていう企画じゃないですか。だって最初に伝えたじゃないですか。でも、分かった分かった。食べます、食べます、食べればいいんでしょ？ちょっと、めっちゃ、今日なんかジャイコやりにくい。じゃあ、マネージャーさん、これお酒冷やしといてもらっていいですか？あ、はい。酒買ってきたんですか？はい。飲みながら、食べながら、作りましょう。はい。はい、したら、今日は温泉卵で早速卵かけマシンに入れていくぞ。イエーイ。え、じゃあそしたら入れましょうか。やろう。はい、じゃあその間ちょっとじゃあ分担で、はい、あのご飯をそれぞれ入れてもらえますか。じゃあ私ご飯係するね。はい、すごい、すご
え、これ殻ごと？殻ごと入れます。へぇー。はい。よいしょ。こぼすんですよ。いきますよ。出てこない。え、マジ？マジで？ちょっと待って。ほら、やっぱりダメなんじゃないですか。ほら、ほら、白身が垂れてこない。ちょっと。え、これ、こうやればいいんだろ。ちょっと出てこないじゃないですか。ほら。出た。ちょっと出た。あ、もう少し、もう少し。あー、出た。あー、やばい、面白い。で、この白身が本当は落ちるんですよ。うん。だからこれ、生卵じゃないとダメじゃないですか、多分。え、ちょっと一回さ、白身全部落としてみな。え、でもちょっと、え、でも落ちてる、白身。本当？うん、ここ限界っすね。ちょっと美味しそうじゃん。マジって言ってます、うん、いや、じゃあ、うわ、本当美味しそうだ。あ、じゃあ、選手マンさん、ちょっとカットしてください。もう一回言い直します。うわ、すごい、なんか、意外とできそうですね、これ。うん、ちょ、下に溜まってるもん、ちなみに。じゃあ、押してください。いいの？うわ、楽しみ。一回何、どうすんの？飛びます。すごい。え、なんかすごい牛乳みたい。ね、練乳。え、すごいじゃん。あ、ご飯。あ、ごめん。ご飯ちょっと分担してじゃないか。え、ただなんかそれになんか認めてたって。はい、私もこれ自分でやりますよ。あ、ごめんね。あ、ないです。ごめんね。私の作業だったのに。あ、全然。そしたらここカット してください。なんか今私がなんか攻めてる感じに聞こえちゃうと思うんで。じゃあ盛り付けていきましょうか。イエーイ。じゃあ持ってたい。ありがとうございます。白身がいくよ。はい。あ、でも美味しそう。え、美味しそう。美味しそう。で、私はこのマグロ。うわ、美味しそうだな、マグロ。意外と美味しくいけそうじゃないですか。え、でも絶対美味しいと思う。うん。あ、ありがとうございます。すみません。いいよ。よいしょ。普通に美味しそう。これは、うん、すごい食欲そそるな。うん、うん。あとは？あ、キムチ。あ、そっか、キムチもでも美味しそうだな。じゃあ私はクリームチーズ使いたいから。はい、じゃああえてちょっと、うん、かけます。かけよ。あ、じゃあはい。でもこのキムチ超美味しいよね。あ、マジですか？普通にプライベートで食べるもん。キムチのいい香りがしてきた。いい香り香り。普通にうまそう。うん。で、私はですね、韓国海苔をちょっと調べる。わかるわかるわかる。はい、わあ、美味しそう。なんか韓国海苔の風味とかが、なんか香りがすごい、また食欲が。で、私はですね、この石垣島のラー油、こちらを使います。美味しいんですよ。うわあ、どうですか、ちょっとこれもいいよ。いいな、いいな、いいな。わあ。え、ラスト醤油。じゃーん。卵かけ風韓国。ご飯、あ、違うな、これなんて言いますかね。テイク2。じゃーん。卵かけ風。同じこと言っちゃった。同じじゃん。もう一回言います。ごめんなさい。じゃーん。温泉卵で卵かけご飯しちゃった。イン韓国風。イエーイ。え、めっちゃいい匂い。あ、ほんとだ。いい匂い。え、でも全部さ、全然さ、映えなくない？温泉卵じゃ。それはやばい。え、温泉卵でいけるって言ったのジャイコですよ。うん。え、いけるかなと思ったの。映えるかなって。でも普通じゃない、なんかこれ。普通の温泉卵になんかマグロとキムチを乗せてるだけじゃん。白身がいい感じにさ、混ざってさ、なんか温泉卵と思ったの。違う違う、いや、いいんすよ。それはいいんすよ。もう、動画で、普通にカットすればいいじゃないですか。だって普通にこう、あ、美味しそうって言えばいいじゃないですか。あ、そう。じゃあ、カナさん、もうちょっと、一応マイルドに行きましょうか。あまり切れたらなんで。え、なんかごめんね。じゃあ。あ、全然。じゃあ、生卵にする？いや、生卵。え、違うんですよ。私、今日6時に提出なんですよ、動画が。だから絶対間に合わないですよ、それだと。マジで。じゃあもう、撮影やめちゃえば？ご飯行かない？この後。なんかこのいい香りさ、嗅いでたらすごい、ご飯行きたくなってきちゃった。焼肉食べたい。さっきダイエットしてるって言ったじゃないですか。もう、どうしたらいい？なんかもうすごいやりにくいんですけど、今日どうしよう。どうしたらいい？ちょっと待ってよ。場に食ってきた。もうやめちゃう？撮影。それやばいっす。なんかあったんですか？別に、いつも通りなんだけど。
でもこの後とりあえず編集マンさんに出さなきゃいけないんですよ、動画。あと20分ですよ。なんか撮りません？とりあえず。え、なに？え、じゃあ、卵？卵買って、また卵の。卵は一旦ちょっと置いといて、なんか別の企画で、例えば、そうだな。今日バッグ、なんか化粧とかどんぐらい入ってます？結構持ってきてます？結構持ってきてるけど、元男の子さんで化粧何使ってんのみたいな興味ある人いるかもしれないから、だから私より詳しいじゃないですか。え、なんかやだ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 、私のコスメ誰も興味ないもん。やだやだ、でもいい、マネージャーさんお酒ください。さっき買ってきた酒飲みたい。なんか、え、ふざけてるんだったらやめてほしいんですよ。うん、全然ふざけてない。なんか先輩だからってなんか何してもいいとは限らなくて、え、え、怒ってる？いや、別に怒ってないですけど、やりすぎですよ。てってれー、え、青木香の怒らせてみたドッキリ大成功、イエーイ。ネタバラシめっちゃ早いっすね。こんな彼女初めて見た。いや、別に私怒ってないっすよ。え、でも顔すっごい怒ってたよ。泣きそうになっただけっすね。もう動画の提出早くしなきゃいけないのに進まねえみたいな感じで、初めてドッキリかけたからなんかすっごい楽しい。え、これってあれですか、あの肉団子さん知ってんすか？知ってます。イエーイ、グルです、グル。やりにくいと思ったわ。もうめちゃめちゃやりにくかった。もうグッダー、もうダメだダメだ。本当はでも絶対生卵で私もやってみたかったもん。びっくりしましたよ。回るけどなんか 水になるじゃん、うん、初めて私もこんなの。もう全く映えなかったですね。映えなかった。めっちゃ演技頑張りましたよ。映えてるって。ごめんね、こんな焦ってるかのんちゃんの顔初めて。そう、焦ってただけで私別に怒ってないでしょ。でも顔怒ってましたよね。いや、怒ってないですよ。え、怒ってましたよね。うん、皆さんおすすめです。いや、でも私人に怒ることが全然しないんですよ。そうだよね、見たことないもん、カノンちゃんが怒ってるところ。その前にフェードアウトしますね。あ、フェードアウトするか、もう黙るか。うん、黙るか。顔に出る、カノンちゃんの場合は。なんか結構飲み屋時代で私たち先輩後輩なわけじゃないですか、うん、だからなんか結構先輩たちに理不尽なこと言われて、ね、なんか私がなんかふんみたいな感じになっちゃうみたいな、うん、顔にすぐ出てた。なんかこう言い返しはしないんだけど、言い返さない、言い返さない。なんかもう、はい、みたいな。いや、初めてですよ、今日こうやってさっき言ったもん。やりすぎですよみたいな。そうだよね、初めてだよね。基本何も私言わないんで。そうだよね、温厚だもんね。諦めるんで。じゃあ今日はもう諦めました。あ、もうこの人と無理かもみたいな。どうですか、なんか私すごい雰囲気悪くなかったですか？それなんか視聴者さん見てなんか嫌な気持ちなんないですか？あ、なんないと思う。逆にこんなかのんちゃんの表情見たことないから逆に上がるんじゃない？いや、もうやだやだやだ、めっちゃキレてたかもしれない顔は。え、でもこんなかのんちゃん初めて見ました。かのんちゃん怒るんですね、人間ですねっていうコメント来るんじゃない？表情ないからさ、なんか意外と人間味あるんですねとか、なんかそういうコメント来そうだよ。人間ですよ、私チンパンジーじゃないですよ、別に。ぽいぽい、ゴリラじゃん、ゴリラじゃん。やめてください。あれ学生の時の。やめて。切れますよ。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあジャイコン食べません？せっかくなのこれでやる意味ないんで普通に乗って。最近ジャイコがなんかあの仕事クビになったんでしたっけ？そうそう、やめたやめた。クビじゃなくて？クビかなあれは。でもなんかもともとやめたかったからなんかちょうどよかった。いや本当になんかもう疲れた。じゃあ今後どうするんですか？今後はもう本当になんかもうお仕事しないで、あのニートニート。マジっすか？うん、彼氏に養ってもらおうかな。彼氏は？あ、いないんだけど。いないんだけど、でもそう、養ってもらおうかなって。マジでクソじゃないですか？マジクソ人間歩もうかなって。
いいかもしれないです、うん、でも聞いて聞いて聞いて、はい、お正月初詣行ったんですよ、はい、浅草の方にね、はいはいはい、恋の神社と浅草寺両方行って、はいはい、両方ともおみくじ引いたのね、うん、そしたら全部大吉。え、めっちゃいいじゃないですか。恋人はなんかすごい意中の相手と結ばれるみたいなこと書いてて、うん、でもなんか私が正直にならないとダメだよみたいな、うん、でも正直恋正直なれなくない？正直になりましょうよ。私好きな人の前だったらすっごい作っちゃうの。例えばどんな感じですか？ぶりっこしちゃう。好きな人の前だと本当に喋れなくなっちゃう、はい、こんな感じ。そう、うんうんみたいな、なんか聞き声みたいな。あ、なるほどなるほど。そう、こうなんか彼が言ってんのをこう聞いてるって感じ、うん、でもなんかそう好きじゃないっていうか、なんかいつも私だったらバーッと喋るから、なんかバーッと喋った方がいいよってすごい言われるんだけど。どうですか肉団子さん的には。どうですか。うん、男性からしたらもう喋ってくれる女性は嬉しいですね。あー、やっぱりイエーイ、うん、やりましょう。でもそうだよね、いつも、うん、私そうだもんね。うん、そうですよ。やっぱ素を見せていかないとダメだよね、好きな人にはね、はい、そう、だからほんと暇になるんだよね。1月からほんと暇。仕事しましょうよ。え、やだ、もう疲れた。もう毎日遊びた。ありがとう。これ、うん、私もできました、はい、でも私ね、アホケカノンの YouTube 半年前に出たじゃん、はい、そしたら歌舞伎町のお客さんとかも結構ね、カノンちゃんのね YouTube 見てる人多くて、いや、ありがとうございます。カノンちゃんの YouTube 出てるよねっていうなんか反応とかもらえて、すごい嬉しかった。結構ね、アホケカノンちゃんの YouTube 見てる人多いから、いい、嬉しい。カノンちゃん頑張ってるねって、はい、カノンちゃんに会いたいとか言う人もいたよ。今の私のウェーって誰も突っ込んでくれないっていう。今ね、これ美味しそうに見せるために今頑張ってんの。ほら、あ、美味しそう。いただきます。クリームチーズのせ、はい、さあ食レポですよ。どうですか。あ、意外と合う。美味しい。クリームチーズすっごい合う。美味しい。マグロもすごい美味しいね。美味しい、うん、いう感じで新年一発目からドッキリちょっと先が思いやられましたけど。ありがとうございました。大成功。はい、2021年もよろしくお願いします。お願いします。今回動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと、ジャイコのインスタグラムも画面の下ありますので、そちらもチェックお願いします。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。こしょ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 、恥ずかしいな、恥ずかしいな。くしゃ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 、恥ずかしいな。